僕が最近思うことは、僕は最近、外国人の方と話していると、移民政策や難民政策について、君はどう考えているのかとたまに聞かれて困っていましたが、今日は答えになっているかどうかは分かりませんが。僕の考え方を動画に残したいと思います。僕は日本が本当に好きで、本当に日本で働きたいと思う外国の方がいらっしゃったら、いろいろな審査や、いろいろな審査は必要だと思いますが、できる限り入れたら、入ってきてもらったらいいのになと思っています。確かに、産業スパイなどの抱えますが、あとは文化の違いや宗教に対する考え方の違いなどいろいろありますが、本当に日本で働きたい、日本に住みたいという人は見極めが難しいかもしれませんが、たくさん来てほしいと思っています。日本はもうすでに合法的に働いている外国人が たくさんいらっしゃるので、何とも言えませんが、例えば僕の大好きな、ベースボールなのでは、
外国人に頼っている。頼らないでいている。頼らないでできているチームはないと思います。日本のプロ野球では外国人選手は4人までという規定があります。ですが、通訳の方、トレーナーの方なども外国、アメリカ人の方がたくさんいます。あとは日本で働いている通訳さんなども外国の方がたくさんいます。本当にやる気のある外国人の方は来てもらえはいいと思っています。ただ、一度にたくさん来られると、日本としても キャパオーバーになってしまうので、その辺が難しいところですが。あと最後に、通っている方には失礼に当たると思うのですが、日本における僕は朝鮮学校の位置づけがあまり分かっていません。なぜ日本にいるのに
朝鮮の北朝鮮の左右で物事を学ばなければいけないのですか？僕は日本になぜ朝鮮学校ができたのか詳しくは存じ上げませんが、あまり日本との歴史解釈が違いすぎるので、このままでは日本人との真の友好関係は結べないと考えます。僕は決して韓国人の方が嫌いなわけではありません。でも国レベルになると、いつも揉めている印象が強いのです。僕は小さい時から思い続けてきました。なぜ個人レベルでは仲良くできているのに、国レベルではいつも揉めてしまうのかと。僕が長年言いたかったことを今日は動画にしてみました。僕は本当の意味で国レベルでも韓国人と日本人が真の意味で
仲良くできる日を。仲良くできる日を、仲良くできる日が来ることを願っています。